どうも、おはようございます。藤夏健でございます。さあ、今日はですね、視聴者さんに勧められた波動ファイターというゲームやっていきたいと思います。いや、もうすでに面白そうな匂いがプンプンしますよね。チュートリアルってことか。ああ、これでガードってことね。なるほど、ガードとジャンプはわかりました。さあ、おぉーすごい、あ、なるほど、斜め線描いたら波動拳出しますよと。丸が、ああ、でかい波動拳。あ、結構あるな。V が、ああ、なるほど。弾道が変わる。はいはいはい。ああ、なるほど。このファーストボタン、ここで使うんか。ああ、紫になり、弾が速くなりますよと。他のも。ああ、他のも速くなるね。なるほど。結構あるな。覚えられるかな。7ね。ああ、竜巻旋風脚。ああ、なるほど。竜巻旋風脚が避ける。避けるってこと。ああ、これ意外とむずい。かもうガードを押しながらか。はいはいはい、いけました。無敵なのか。あ、ここで丸。ほい。ああ、でかい。ああ、最もでかいやつで、ガード不能。チュートリアルバトルがスタートしました。とりあえず、まあこんな感じで格闘ゲームっぽい感じですね。で、波動だけでダメージを与えていくよと。大攻撃。弱え。ちょっと待って、全然攻撃してこんから、これ練習にあんまならんけどな。とりあえず弾飛ばしときゃ勝てるっていう。あんま練習ならないですね。とりあえずはチュートリアルボス、KO です。勝ちました。まあ、難易度がね、8種類ぐらいあったんで、しかもね、一番最後のやつクリアしてる人が、かなり少なかった印象なんですよね。まあ、とりあえずチュートリアルは OK ですと。で、クリアしたらお金がもらえて、無理ゲー。一番右下の無理ゲーがまだ11人しかクリアしてないんで、まあ、あそこく、はいはいはい。とりあえずこれでレベルアップをして、強くすることもできますよってな感じですね。どれが大事なのかちょっとまだ全然つかめないので、とりあえずまあ、まんべんなく。なるほど。結構いるんすね。キャラクターが、まあ、お金でアンロックできますよってな感じですかね。オッケー。とりあえず、まあ、どんなゲームかは分かったので、この波動カップね、じゃんじゃんクリアしていこうと思います。とりあえず、詰まるところぐらいまではね、なんかサクサクいけそうな感じなんで、やっていきます。まあ、簡単ですからね。こう、ギリギリの戦いがしたいな。難しいの、今、ラスボスです。とりあえず、今のところまだ1セットたりとも取られたことがないので、なんかちょっといい感じの戦いがねしたいなっていう感じはあるんですけど、まあ徐々にですね、ボスもあの超技を使ってきたり回避したりとか、そういったこともやるようになってきたんですが、このゲームね、やべ来る、やべ、めっちゃ減る。とりあえず僕あんまり経験値貯めずにここまで来ちゃってるから、相手のダメージが、あぶね、よし。相手のね、攻撃食らうとかなり減るんです。対して僕の攻撃当ててもそんなに減らないっていうね。ただね、やっぱり気づいたのがこの、丸連打ですね。丸連打が、とりあえず強い。もう勝ちました。ありがとうございます。まあ、こっからでしょ、本番は。激ムズからですよ。よし。とりあえずですね、敵がだいぶ強くなってきてます。まあ、激ムズってほどムズくはないですけど、とりあえずですね、上の青いゲージがなくなると波動拳打てなくなるんですよね。今ビックリマークがちょっと出たらお分かりいただけるだろうか。トリッキーなやつがね、増えてくるんでね、ちょっと避けるの難しいんですよね。シンプルに敵のキャラが強いみたいな。やべ、超費使われる。やばい、これは、避けろ。いやー、きついですね。敵のゲージの溜まる速度速いんですけど、ただ、一本は取らせていいんです。これでお分かりいただけたらのか、僕のゲージの方が多いんですよ。なので、もう、あとはもう、強攻撃連打ですね。よし。で、起き上がりに被せて強攻撃。よし、もうひたすらこれ。で、ガードしてもちょっと減るんで。よし。で、これ連打しとくと何がいいかって、相手がね、その竜巻旋風脚的なやつで避けて、あぶねえ、よし。超必殺技も、これ。これやると絶対食らってくれるんで、連続でやっとけば回避しても、その後のやつが絶対食らうよっていうね。よし、ゲージも、まあ、若干の不利はあるが、相手の超必一発、どうにかしのげば勝てるかなと。
で、相手はね、割とあの、ゲージマックスまで行ったら、超必殺技使ってくれるんですけど、超必殺技使ってくれるなんですよ。なぜかというとね、これお分かりいただけるだろうか。全部ゲージゼロまで行くんですよ。よし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 、今全部完全消しました。完全消したので、これ勝てますね。あ、ただ俺もゲージがなくなってきている。やべ、丸連打ができない。もうね、ここまで来るとね、もう丸しか使わないです。正直、小攻撃っていらないです。なので、もう基本的にあの、ポテンシャルで負けてるんでね。あの、もう大攻撃の連打、よし、これ、ここよ、ここよ、ここは一発、あー、やーべ、めっちゃ暗い。おー、ラッキー、ラッキー、よかったー。やばい。もうこの辺が天井な気がする。次ぐらいからちょっとクリアできないんじゃないかという。しかしながら、まだとりあえずの、一回負けずに、クリアしております。いやー、もうちょっと、そろそろ初期からきついですね。今倒した女とか強そうだけどな。あ、いた。こいつが、あー、もう全然違う。やっぱ SP 増加2倍っすもんね。あー、あとちょっとか、300程度いるな。とりあえずちょっと超激ムズがどれぐらい強いのかを見るのと、1体倒せばお金が多分貯まるんで、このキャラクターやめて、ちょっとさっきのやつでいきたいと思います。もうレベルがもうえぐいもんね。こっからどうにか、ちょ、あーやばいやばい、それさ、あーやばいやばい、ミスった、コマンドミス、あーやばいやばい、ガッター、セーフ、よしよし、あと一発、さっき当てた方の勝ち、よし、よし、ガードしよう、オッケー、よしよしよし、超激ムズは、いや、実際きつい、めっちゃ試合時間もかかるし、まあ、ギリギリ勝てましたね。よし、これで700ゴールドゲットしたんで、これでちょっとあの女をアンロックします。これ一回やめていけるんかな、危険になるのか。まあ、しゃあない。それはしゃあないです。とりあえずもうこのキャラクターやめたい。もう全然やっぱポテンシャルが違いすぎるんで。痛い。もうこれでね、もう一気に激ムズ、桁が違う。なくなる前に行け。よし、あぶ、とりあえず、なんだかんだ勝てましたね。とりあえずこいつめっちゃ強かったけど、ダメージさえ受けなければ余裕ですね。よし、とりあえず地獄の敵の二人目なんですけど、もう学びました。これね、攻撃しちゃダメです。序盤、もうね、こんなもん食らったらすぐ死ぬんですけど、とりあえず、なんとかこう避けながら、あーくそ、ちょっと食らってしまいましたが、ちょ、まあ、いいんです。これでいいんです。意味わかんないでしょ？負け取るかなってなるでしょ？いいんです。一セット目はもうくれてやるんです。で、ゲージを貯めてからの、あとはもう丸連打でどうにかなるんで、ひたすらもう丸を連打する。これで、起き上がり、ちょっと被せたかった。ちょっとミスった。しかしながら、これで勝てます。オッケー。ゲージ、ちょっとゲージがゼロになる前に倒せれば、オッケー。こういうことです。もう本当にもう攻略を見つけちゃったもんねってやつですね。なんかな、いいキャラ欲しいんだよな。買えねえんだよな。なんかこう、買えるギリの、いや、こいつとかめっちゃ欲しいけどな。なんか、こいつはギリかな。よし、ちょっと、ハイスクールガール、BH をちょっと買いました。まあ、いいよね。桜っぽいよね。桜っぽいんで、あー、ちょっと待って、大攻撃むずない。よし、これでもちょっと地獄をね、余裕で突破してみようかなと思います。ちょ、A のこれ。あーい、はいはい、いや、核の時間かかる。でも攻撃力は高いね。あー、ちょっと待って。いや、パンチするんだって。変なコマンド入れたら勝手にパンチになるんですけど。ちょ、あ、硬直時間が長い。ちょっと待って、このキャラきつ。ちょっと待って、初期キャラめっちゃ優秀だったんちゃう？ちょっと待って、きつい。ちょっとさ、これ、A 打った後に、次かけるようになるまで、えらい時間必要なんですよ。ちょっと待って、キャラごとに硬直時間あんの？いや、全然出ない。すげえ丁寧に、もう無理、こいつ無理。もう、15万をドブに捨ててくスタイルね。とりあえず、まあいい。大攻撃に、ほぼ全振りしている、もうこいつですわ。こいつでも、初期キャラでも全クリしてあるわ。エール、これは、いやー、これ、総攻撃のところまで減らしたのに、こんな減るからな。危ねえ、ちょ、よし、神回避。よし、とりあえず、やばい、オッケー。よし、まだいける。全然いける。よし、ここ、
あーしゃ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 しよ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 し、もういい、もうまる、あー危ねえ危ねえ、これだけこれだけ、あーでも、あーうし、やべえ、ここで負けたくない、チャンスチャンス、ここで丸ねえんだ、ここで丸ねえんだ、もう絶やすな、この丸を絶やすな、ひたすら打つ、ひたすら打つだけ、オーケーだ、ナイスジャンプ、よし地獄クリアですね、へいっしゃい、とりあえず39人目の地獄クリア者になりました。あとは無理ゲーっすね。どんぐらい無理ゲーなんか楽しみっすね。さ、208。ちょ、もうレベル高すぎやろ。よしよしよし。まあまあ、あー、ちょ、まあまあ早いけど、ファーストラウンド、あー、すぐ、いや、減る、小攻撃と大攻撃一発ずつで死んだ。ちょっと待って、なかなか無理ゲーっすね。さ、減らなすぎにも程があると思うんすけど、俺開始からずーっと丸連打してるんすけど、それでまだ半分ぐらいしか減ってねえから、これマジで、いやいや、ちょっとマジきついぞ。そのくせ一発、あー、これ食らったし、あー、ちょ、もう一発じゃん。一発じゃん、マジで。まあまあ、一セット取れるならな。一セット取れるということは、まだ何回も勝てる可能性はある。あー、やばい、あ、二個にして、あ、おーい。三段階目から二段階目まで弱体化させても一発ですね。超飛が一発死ですね、とりあえず。仕込め、押し込め、よし、いやー、ガードして、オッケー。フリーザ様倒しました。よしよしよし。同じキャラでね、レベルが4倍ぐらいあるっていうね、なかなか鬼畜な状況でしたけど。とりあえず無理ゲーでもなんとか、あー、こいつかー、こいつ嫌いやなー。ワンチャンあるよ、ワンチャンあるよ、これは。あとはもう丸連打でどうにかしとけば、あー、ちょっとここやな、ここ耐えて、ここもう一発、あー、もう間に合わない。二段階目まで小さくしとけば、7で回避ができるんですよね。これで、また1からなってしまうんですが、これ広告を見ることによってね、再戦が可能だということが分かっているので、もうちょっとこれ広告見てね、意地でも決勝まで行こうと思います。あるぞ、これはあるぞ、マジで、マジであるぞ、うわー、溜まるか、溜まるな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 、よし、当たれ、当たれ、おっしゃ、しゃー、よーし。よし、意外と4回ぐらいしか広告見ずに、なんとか撃破できました。ただこれがあとまだ6体。しんどい。いやいや、弱え。ちょっと待って、レベルでビビったけど、ロボットは弱かったですね。ここしのげば勝つ、ここしのげば勝つ、よしよしよし、勝てる、これはいける、これはいけるぞ、よーしよーし、さーて、これは、ちょっと初めて見るキャラですね。やばい、ちょっと待って、これ、遅いから避けらんないパターンちゃう？いやー、そうだよね、そうだよね。これはやばい。あ、ちょっと待って、最強の敵が現れた。避けらんないから、ゲージ、まあまあしかたまらんな、一戦目で。あー、これはマジ無理ゲーだな。ガードしても、ボロクソ減るしやな。やばい、これは勝ち方がわからん。ゲージ圧倒的向こうのが溜まるから、相殺し合ってもゴリ押しやられるし、これは勝てんぞ。もう5、6回戦ってるんですけど、ちょっと勝ち筋が見えました。もうひたすら相殺し続けて、何回かだけガードさせて、ちょっと削るんですよ。ちょっと削って、危ない危ない、こういうの危ない、危ない。いや、もう相殺し続ける。とにかく操作し続ける。相手のはゲージだった。よしよし、もうこれでちょっとダメージ与えたんで、あとはひたすらタイムアップまで操作を続けるっていうね。耐えろ。よーし、あー、これ食らったら死ぬ。おー、セーフ。しかも相手ゲージゼロになってくれたから、よし、まだマジでいけるぞ。よし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 、いける。よーし、よし、勝った、勝ったー。あと3人。よし、もうちょっと、もうあんまり広告見たくないんでね。ちょっと、マジで、こいつ、テコンドーのやつか。蹴って、早い、結構早い、早い、ちょ、まあ、とりあえず避けていきましょうや。とりあえず避けてゲージを、1セット目はゲージを貯める。オッケー、理想的な展開で来ている。あとはもう丸連打で、ゴリ寄せば、
さあ、あと、調皮が来るんで、調皮は、あー、ぶね、危ない、危ない、あれがやべえ。上に、あー、よしよしよし、ここ、ここから勝負。さあ、これ、あーっと七ヶ崎だったー。オッケー、攻略法、見つけた。このキャラクターはですね、必殺をこう発動されてしまうとですね、この強い攻撃2発、超飛2連発で撃たれるともう回避のしようがないんです。どうやっても。まあまあ、一発しか撃たない時もあるんで、まあ、それを祈ることも可能なんですが、ずっとね、今までも1セット目はこうやってね、避け続けてたんですけど、こいつ重なって攻撃してこないんで、絶対避けれるんですよ。なので、もう最後まで避け続けます。で、これ、一回だけこれをやる。一回だけこれやって、ちょっとダメージを与えておく。で、あとはもう0秒まで避け続けるゲーミングです。慌てんな。よしよしよし。あーしよしよし、あと一発かな。よーしよっしゃ攻略法勝てますね。よし、来たあと二人。骸骨かー。こいつトリッキーな動きするからね、弾避けんのむずいんすよね。さあ、まあ、とりあえずは避けの姿勢から。まあまあ、ちょっと遅いけど、なんとかなる。なんとかなる。オッケー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 。もうと、あ、もう、大攻撃一発即死ですね。とりあえず、まだ、いやー、これ無理こうなりますわね。まあ、しかしながらゲージ溜めてるんで、まあまあ、これでいいんですよ。捨ててるけど、ここよ、ここよ、こいつを消し、あー、無理か。いけ、いやー、ギリ無理だな。これは避けらんないな。いける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 よしよしよし、わ、起き上がりに当ててしまえば OK。 あ、勝った。よし、ありがとうございます。ラスボスでーす。意外とね、広告も20回ぐらいしか見てないんで、まあ勝てるな。これの後も広告多分5、6回見とけば多分ね、攻略法わかるんで。あー、すげえトリッキー、すげえトリッキーな動きをしてくる。あー、遅っ。遅いやつはね、もう無理なんですよ。あー、2発まあ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 、そんぐらい知っとるわ。チキッチキッ、あー、もうこれよ。抜けてこられるから、つえ、まあ、ラスボスやからな。丸連打で勝てねえってなると、もう勝ち方わからん。まあまあいい、広告。あー、広告がない。ジェム買わんと無理か。また一からとか絶対やりたくねえな。まあ120円か。こんだけ面白いゲーム作っていただいとるわけやからな。よし、もう50回以内に倒せなかったらアンインストールします。そんぐらいの覚悟でね、ちょっともう50回やりゃ勝てるだろう。ラストよ、もうこれよ。よっしゃ、もう余裕よし、もう勝ちました。もうたまらんでしょ。よっしゃよっしゃ、あ、いやいやいや、もうさ、もうありがとうございました、ありがとうございました。よし、ということで12人目の無理ゲークリア者にとりあえずなれました。まあ何人やった分の12かちょっとわからないですが、いやー、長かったー。まあまあ、ちょっと課金したずるさはありますけれどもね。これ課金せずに行った人が果たして何人いるのかっていう、そんな謎はありますけれども。はい、そしてですね、これはオンライン対戦もなんかできるっぽいんで、ちょっと人間とどんぐらい戦えるのかね、ちょっとやってみようかなと思います。マッチングしないっすね。ということでございまして、今日は波動ファイターというゲームを紹介させていただきました。これマジで面白いんで、もしかしたら藤夏コロシアムとかでね、オンライン対戦もしかしたらやるかもしれないです。ぐらいちょっとハマりました。本当に面白かったです。ということで皆さんぜひともダウンロードして遊んでみていただければと思います。最後までご視聴ありがとうございました。